ートレース福岡の SG 第44回ボートレースオールスターボーダー 6.00 をめぐる攻防、予選の戦いも残すところあと3つとなっています。10レース対戦メンバーは1号艇群馬の武須島誠、2号艇福岡の篠崎元志、3号艇大阪の田中慎一郎、4号艇静岡の長島真希、5号艇山口の今村豊、6号艇群馬の秋山直之です。この10レースはどうやら枠なりとなりそう。5艇がホーム側へ、そして6号艇秋山だけが大きく定段から離れています。インに入る1号艇武須島誠が人気の中心です。現在ボーダー下 5.40 をマークしている武須島にとってはこのイン戦逃げ切るのみとなっています。2コースには2号艇篠崎元氏、前半まくって得点率アップに成功、弟ひとしに続いて兄も予選突破となるでしょうか。3コース3号艇田中慎一郎、15号モーターは展示好タイム、ここは大敗だけ避けておきたいところです。4コース4号艇長島真希、5コース5号艇今村豊、前半大外から2着に食い込んでこのレースに望みをつないできました。そして一定ダッシュ大外6コースは6号艇秋山直之です。ここ1着なら確実にボーダー突破となりますが、自慢の旋回力を見せられるでしょうか。枠なりの5対1です。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしました。3番、4番、5番、この辺りがわずかに覗いたスタートです。うちの2艇も乗り返していって1番手の攻防へ、逃げる1号艇武須島をまくる3号艇の田中、さす2番、4番、その外から5号艇の今村、先頭は3号艇の田中慎一郎です。スタートは前提正常でした。先頭は3号艇田中が独走、2番手は5号艇今村対2号艇篠崎、激しい接戦となっています。これから2幕トップで回る3号艇の田中、続いて2号艇篠崎先に待って、さす5号艇のうちにスーッと6号艇秋山がやってきた。2番手は2号艇の篠崎がこの間にリードを取り、3番手に6号艇秋山が上がっています。5号艇今村4番手に交代、さらに後ろは1号艇武須島、4号艇長島。これから2周の1幕トップで回る3号艇の田中、2番手で2号艇の篠崎、3番手6号艇秋山、一応くるっと小回りで5号艇今村定冠詰めます。3番手は現在6号艇の秋山、直線コースでじわり定冠詰めにかかる5号艇の今村豊、3番手4番手の定冠が一定心まで詰まってきました。2周2幕です。先頭大きなリードは3号艇田中、続いて2号艇篠崎、3番手6号艇秋山先に待って、さす5号艇の今村、しかし3番手は6号艇の秋山がリードを保っています。上位3艇は3番、2番、6番、なおも僅差の4番手5号艇の今村が粘っています。レースは最終周回1枠、先頭はまくって独走3号艇の田中、2番手で2号艇篠崎元志、そして3番手6号艇秋山先に行きます。さす5号艇の今村は届きません。上位3艇3番、2番、6番で最後のバックストレッチを構想中です。このまま3、2、6で入ると3連単ドッズ 123.8 倍です。ラストターンマーク、先頭は3号艇の田中が快勝、続いて2号艇篠崎、3番手は6号艇秋山、最後も差してくる5号艇の今村ですが一歩届きません。まもなくゴールです。3番五輪、2番五輪、6番五輪、5番五輪、1番五輪、4番五輪、以上前提五輪しました。